こんにちは、よろき先生こと中村です。いつも励みになるコメント、本当にありがとうございます。さて、今日の例題はこちらです。まずは要点を理解して、それから解けるように練習していきましょう。数学苦手な学生さんとか、やり直し社会人の方でもね、一から意味がわかるようにしっかり作りました。巻き戻しとかね、倍速再生も駆使して、徹底的にインプットしていきましょう。では、ここから授業です。どうぞ。ここではバネやろうそくの長さに関する問題をどうやって解けばいいかについて勉強していきます。端的に言うならば1次関数になるんでね、もう式を求めてしまえばあとは自動的に答えが出てきます。詳しく見ていきましょう。今回の要点は一つです。重りを吊るすとバネって伸びますよね。ここにバネがあって重りをボーンと乗せるとね、ちょっとビヨーンと伸びると。で、そんなバネの長さと重りの重さの関係は1次関数になります。これが今回大切なことです。じゃあ1次関数の式ってどんなんでしたっけ?っていうと、y イコール ax たす b でしたよね。この1次関数の式を使えば、バネをこんだけ吊るしたとき、どんくらいの長さになるかとか、反対にね、こんくらいの長さになったとき、どんだけの重さ吊るしたとか、そういうのが計算で自動的に求まります。じゃあ早速具体例見ていきましょう。ちょっと長いですけれどもね、頑張って読んでいきます。バネの伸びる長さは、下げた重りの重さに伴って、一定の割合で伸びるよと。重りを下げない時の長さが30センチとバネがあるよと。つまり何もせんかったら30センチだよということですね。そこに20グラムの重りを下げたら、バネ全体の長さが34センチになったよと。20グラムの重りを吊るしたら、バネ全体の長さが34センチになったよということです。で、X グラムの重りを下げたときに、バネ全体の長さを Y センチとしたら、このとき Y を X の式で表したらどうなりますかという問題です。また、じゃあ50グラムの重りを下げたら、バネ全体の長さは何センチになりますかという問題です。じゃあどうやって考えていこうってなるんですが、やっぱりね、データを整理していきたいですよね。y を x の式で表そうというのが問題の一つです。じゃあ x って何やったかっていうと、xg の重りを下げる。重りの重さが x です。で、その時にバネ全体の長さがどうなるかっていうのが y ですね。じゃあ x と y の関係をちょっと整理してみましょう。文章を読めばヒントがありますね。重りを下げない時の長さが30。つまり重りを下げないっていうことは、重りが0。x が0の時に長さ y は30になるよと。つまり x が0の時 y が30とわかるんです。またね、ここの文章を読みましょう。重りが 20g で 34cm だよと。つまり x が20で y は34になるよということです。じゃあここから僕ら何ができるかっていうと、変化の割合を知ることができます。変化の割合ってどう求めるんでしたっけ?っていうと、x の増加量分の y の増加量でしたよね。つまり x は0から20っていうことはこれ20増えてます。で、y は30から34ということは、これ4増えてますよね。だから変化の割合は20分の4やと、約分して5分の1だとわかります。以上を表現するとね、この通りになります。じゃあ僕らは今、この1次関数の式、y イコール ax たす b という式においてね、変化の割合が5分の1とわかったっていうことは、どこが埋まるんでしたっけ?っていうと、a が5分の1ってわかったんですね。あとは b さえ知ればいいと。じゃあ b って一体何でしたっけ?っていうと、B は切片。X が0の時の Y の値のことでしたよね。じゃあ実はそれってもう分かってるんですね。X が0の時 Y は30でした。だから求める式は Y イコール5分の 1X たす30と分かります。じゃあね、今 X と Y の関係式が出たんで、あとは楽勝です。Y イコール5分の 1X たす30の式にね、何グラムの重りを吊るしたっていうのを入れれば、長さが何センチになるとか自動で出ます。今回は 50g の重りを吊るすんですね。だからこの出てきた式に x のところに50を代入すると、そして何センチになるか計算でわかります。代入した式はこの通りですね。あとは計算すれば40と出てくるんで、50g の重りを下げたら40センチになるよということがわかります。この通りね、バネの伸びる長さっていうのは1次関数になるんで、y イコール ax たす b の式においてね、こう式をちゃんと出せば、あとは計算で自動で出せます。そしてこれはバネだけじゃなくてね、火をつけたろうそくの長さっていうのもよく出てきます。同じように考えれば解くことができます。これにて要点は以上です。理解できましたでしょうか?ではここから例題を見ていきましょう。ろうそくの長さは火をつけた時間に伴って一定の割合で短くなるよと。
長さ8センチのろうそくがあって、火をつけると4分後に6センチになっていたと。ろうそくに火をつけて X 分後のろうそくの長さを Y とすると。ちょっと状況を整理しましょう。火をつけてない、何もしてないろうそく、これが8センチやって言っているんですね。で、ろうそくって火をつけたら、ちょっとずつろうが溶けてね、短くなっていきますよね。じゃあ、4分後、火つけた4分後に6センチになってたって言うんです。で、ろうそくに火をつけてから、X 分後のろうそくの長さを Y としたときに、カッコ1は Y を X の式で表そうという問題です。じゃあ僕ら何ができるかなと。やっぱりね、この火をつけた時間に伴って、一定の割合でろうそくっていうのは短くなるよと。このフレーズからね、ろうそくの長さは1時間数だとわかります。つまり、Y イコール AX たす B の式で表されるんです。じゃあ、X と Y の間にはね、どんな関係があるかなと。探っていきましょう。まず火をつけてない状態で長さ8センチのろうそくがあると、火をつけてないっていうことは X が0なんですね。 X が0の時に Y が8とわかります。それが火をつけた4分後には6センチになってるよと。つまり X っていうのはね、火をつけてから何分後のことを表すんで、 X が4の時に Y が6になるということです。じゃあ僕ら何ができるかなっていうと、変化の割合を求めることができますね。X の増加量分の Y の増加量でした。X は0から4ということでね、4増えてます。4-0 ですね。Y は8から6ということで、-2 です。6-8 で求まります。じゃあ変化の割合は4分の -2 ですね。約分すれば -2/1 です。以上、文字と式で表現すればこの通りになります。じゃあ今変化の割合が分かったっていうことは、この Y イコール X たす B においてどこが分かったんでしたっけ?っていうと、この A のとこですね。ここが -2/1 と分かりました。じゃああとは B が分かればいいです。B っていうのは切片でしたね。切片は X が0の時の Y の値のことです。じゃあそれってもう分かってますよね。X が0の時の Y の値はこれ8です。だからこの B には8が入ります。以上より求める式は y イコール -2/1x たす8とわかるという流れです。実際ね、この x のところに4を入れてみたらね、ちゃんと計算したら6になってくれてますよね。ここからも式が正しいことがわかります。じゃあ次カッコに行きましょう。7分後にはろうそくの長さは何センチになっているかという問題ですが、もう僕らは今カッコ1でね、式出しましたよね。今回の問題において x と y の間にはどんな関係があるかっていうと、y イコール -2/1x たす8という関係があるともう分かってます。だから7分後にろうそくの長さがどうなるかっていうのは、 x が7の時に y がどうなるかっていうことなんで、もうあとはこの式のところに代入すればいいと。それだけですね。ということで代入した式はこの通りになります。あとは分数の計算なんでね、8っていうのが1分の8やから、通分したら2/16になるということに注意すれば、答えは2/9と出てきてね、2/9センチになることがわかります。2/9って 4.5 のことですよね。だから7分後にはこのろうそくは 4.5 センチになっているということがわかります。で、まあ答えとしてはね、この2/9センチで OK です。じゃあラストカッコさん行きましょう。今度はろうそくの長さが1センチになるのは何分後かという問題です。ただね、やっぱり y イコール -2/1x たす8という式が分かっているんで、もうこの式を使えば楽勝ですね。今回はろうそくの長さが1センチになるのは何分後か、つまり y が1の時 x はどうなるかっていう問題です。だから y イコール1を代入すればいいだけです。ということで代入した式はこの通りになりますね。あとはこの出てきた方程式を計算して解いていくだけです。 x イコール14と求まります。よって求めることは14分後やと。14分後にろうそくの長さは1センチになるとわかるという流れです。これにてインプットは以上です。あとは問題集でアウトプットしてしっかり身につけていきましょう。